皆さんこんにちは。ゴスペルマジシャンのリトと申します。これからマジックショーね、30分ぐらい始まっていくんですけども、皆さんにお願い事項が2点ございます。1点目はね、もし不思議なこととか驚いたことあったら、思いっきり皆さん拍手してください。いいですか？一回やってみましょう。完璧完璧。そしたらね、多分1階とか2階にいる人が、あそこ何やってんだろうって気になって、ね、騙されてじゃなくて、気になってきますからね。そんな感じで、思いっきり拍手してくれると、また僕も調子に乗って、クオリティが上がってきますから、結果的に皆さんが楽しい時間になっていきます。ぜひ、拍手を思いっきりよろしくお願いします。そして2点目のお願い、ありがとうね、拍手ね。さあ、これから、僕、一旦ここら辺に吐けます。それで、わー、これね、危ないから爆発する、大変だから踏まないようにしようね。僕吐けて、かっこいい音楽が鳴って、もう一回登場しますので、そしたら皆さん僕のこと初めて見たみたいな反応してください。ね、今紹介してもらって何なんですけど、もう一回僕で今紹介して、もう一回登場するってよくわかんないことが起きますけども、皆さんよろしくお願いします。有名人来たみたいな、ありがとうございます。それでは、始めていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かっこいい音楽がね、鳴り始めますよ。鳴り始めました。爆発しないように気をつけていきましょう。見えないっていう設定にしといてください。ここ。さあ、それではゴスペルマジックショー始めていきましょう。ありがとう。こんな字が書いてあるね。バラバラの紙、何なんだろう。これん、はめ、あと1個あったんだけど、あったこれだ。びっくりマーク。皆さん準備よろしいでしょうか。これからじゃあせーのって言うんで、みんなで3、2、1お願いします。いきますよ。それでは、せーの、3、2、1、それでは一緒に始めていきましょう。今からマジック始めていきます。どうぞよろしくお願いします。さあ、やっぱり最初こそ一番不思議なマジックをやっていきたいと思うんです。マジックいろいろあります。出現するとか変化するとか、でもやっぱり何かが消えるって不思議ですよね。このハンカチをこちらの杖で消してみせたいと思います。いきます。しっかりまずは手の中に入れるんです。しっかり入れてね。そしてこちらの杖で消しま、でまずはね、しっかり手の中に入れますね。しっかり手の中に入れて、こちらの杖で消、え、何これ。もう一回ね、しっかり中に入れて、こちらの杖、なんだこれ。ちょっと落ち着いていきましょう。しっかり手の中入れ、あ、大丈夫大丈夫。そしてこちらの杖、大丈夫大丈夫。3、2、1、なにこれ。しっかり手の中入れて、あ、そうだ、忘れてました1個。手の中入れたら1回ね、叩いてあげるんでした。そしたらこちらのハンカチが一瞬で消えてなくなっちゃうんですね。ありがとうございます。全然消えてくんないや。もういいや、これ。さあ、次の道具使っていきましょう。次はね、白い紐。こちら、一本の長い紐。よく見てて。これをね、半分にしてあげます。そして手のハサミで、ちょっぴんって切ると、二本になったように見えるよね。今これ、本当は一本だけの紐。もう一回やりますよ。しっかり半分にして、ちょっぴんってやると、二本。でも大人の人はね、ここ怪しいっていう人いるんですね。ちゃんと2本になってますからね、これ。不思議なロープ、ありがとうございます。でもう一回引っ掛けると1本に戻ると。さあ、次はこちらの端っこ、よく見ててください。こちらの端っこを左手の中に入れて、右手の方にやってくる。そしてこっちもこっちの方に移動してくるんですね。ちょっとゆっくりすぎましたかね。ちょっと早めていきましょうね。普通逆ですけどね、早くやってゆっくりやるんですけど、逆でいきます。この端っこは一瞬で移動してくるんですね。不思議な、
あ、皆さん聞こえない拍手ありがとうございます。ちなみに端っこじゃなくても大丈夫、ロープの真ん中、お姉ちゃんフーってして、ここフーって完璧。そしたら、あ、取れちゃった、真ん中取れちゃった。でもこれじゃちょっとロープ使いづらいんで元に戻しておきましょう。さあ皆さん、あ、ありがとうございます。次のマジックをやるためにまずはこちらの端と端をしっかり結んであげますね。あれ、ちょっと待ってね、取れちゃった。まずは端と端をしっかり結んで、あれ、まずはしっかり端と端を結んであげます。ちょっとこの端っこ調子悪いみたいなので、端っこなくなっちゃった時はもう一回ハサミでチョキンってやると一本のロープに戻るわけ。今度は結び目作ってみましょう。ね、大人の方は分かると思います。結び目作ったら端っこを通さないとこれはほどけない。でも引っ掛けてあげれば一瞬でほどけちゃうの、不思議じゃないと、不思議じゃないですか。ありがとうございます。さあ皆さん、想像力大事。最後、この輪っかが本当に輪っかになるところ想像してみてください。どうもありがとうございました。さあ、ここにあるのはふにゃふにゃのロープの輪っか、そしてこれを使いましょうか。僕ゴスペルマジシャって言ってるので、これはある教会の献金袋です。これ本当です。マジック道具で献金袋として売られてるんですけど、僕ほどこれを使う理由がある人いないと思ってます。これを中に、あ、ちなみにカラスね、中に入れて、先ほど消えてくれなかったハンカチこちらも入れて、あとさっきの杖こちらで叩いてあげれば、先ほどのふにゃふにゃだったリングが固めのリングになって、これは用意になった。あ、ありがとうございます。でもまっとっと見てて、このリングとリボンスリカーみたいにねかけてあげます。これめっちゃ不思議なんで、よく外れないよね、普通ね。息かけます。もし外れたら不思議ですよね。そして今度は外側からいきましょうか。リングの上にリボンを乗っけて指鳴らすだけ。そしたら外側からも中に移動してくる。タイミングはずれるけど、今握手のタイミング、ありがとうございます。次、よく見てて、今リングとリボン通ってるよね、絡まってる状態、ぬるっといきますんで、よく見て。そして皆さんの方にリングがあって、リボンが僕の方にあります。配信の方、よく見てて、一瞬で入っちゃうんですね。では皆さん、最後一番すごいところ行きましょう。しっかり結んであげれば外れることはありません。もしこの状態で外れたら、今日一番の拍手を皆さんお願いします。この曲が始まってしまったということは、この赤いトランプを使わないといけない縛りがあるんです、僕。なのでこの赤いトランプ使っていこうと思います。まずここから1枚選んでもらって、それを僕がここから当てます。なので、じゃあね、1枚、お兄ちゃんいい？じゃあね、あ、その場で大丈夫、座ったまんま。いろんなトランプがありますよね。このまま混ぜます。好きなところでストップしていってください。あと、このカード僕にも見せないで、みんなにも見せないでください。自分だけで見て、こんな感じでね、自分の方、OK、そのカードはポケットの中入るかな、お尻の下でもいいよ、ポケットの中入る、 OK。 さあ、そのカードを当てていきたいと思います。僕、小学校5年生の時にカードマジックを始めて、まあ約20年ぐらいになりました。なのでカードテクニックには自信があります。今からこの中からお兄さんの選んだカードを当ててみたいと思います。かっこいい当て方ね。こうやって混ぜてるとなんとなくかっこよくない？こうしてこうして1枚飛んでくるカード。お兄さん、それ出さなくていいや、合ってるかどうかだけ教えてください。合ってるか外れてるか。選んだカードはクローバーのリングです。違う？
違う。さあ、皆さんマジックショー楽しんでらっしゃいますでしょうか。マジックショーやってるといろんなことが起こりますからね、それも醍醐味としてやっていきましょう。あ、さっきのカード、あの、出さなくていいや、後でリベンジさせてくれ、持ってて、そのまま。さあ、僕ゴスペルマジシャンリトとしてやっております。そうやって名乗ってるとよく言われるんですね。あの、歌はいつ歌われるんですかって言われるんですけどね、まあしょうがないですよ。やっぱり世間的にゴスペルって言ったら歌のイメージがありますから。でもゴスペルって聖書の中で良い知らせっていう意味で、その良い知らせを音楽、曲で表現するのがゴスペルシンガー、ゴスペルソングだとしたら、僕はそれをマジックで表現したいと思ってゴスペルマジシャンをやっております。神様が作ったこの世界の不思議や驚き、楽しさや、こういう一体感とか、そういうものを表現したくてマジックをやっているわけです。まあ、とはいえやっぱり歌のイメージがあるゴスペルなので、僕なんかできないかなと思ってちょっと考えて、僕の友達にね、クリス君っていうゴスペルの歌が得意な友達がいるんです。なので今日来れないかなって電話したんですけど、ちょっと来れなくて、じゃあ似顔絵で許してくれないかって言った。似顔絵だったらいいよって言ってくれたので、今日はこのクリス君の似顔絵ね、ちょっと描いていきたいと思います。こちらにホワイトボードがあるんですけど、こちらにね、クリス君の似顔絵をね、僕絵めっちゃ得意なので描いていきます。目がね、こんな感じで丸っこい感じで、鼻こんな感じ、そして口が平べったくて、輪郭がこんな感じですね。髪の毛もこう。さあ、できました。解像度 95% のクリス君です。皆さん、クリス君に大きな拍手をお願いします。かわいいでしょ？ねえ。でも、書いただけじゃしょうがないんでね。今日は彼にゴスペルを歌ってもらいたいと思うんです。あの、先ほどね、いろんな音楽が流れて、本当に、心がね、いい感じになってきますけど、ここでもゴスペルを聞いて皆さんリラックスしていただければと思います。それでは行きましょう。多分皆さんも知ってるような曲です。振り付けの詩を歌ってくる。え、本当本当動いた、本当。 Oh happy day、 Oh happy day、めっちゃいい声してる。 Jesus was, when Jesus was, Jesus was, when 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 Jesus was, whenクリス君に大きな拍手。素晴らしい歌声でございました。じゃあね、クリス君ありがとう。こうやるとね、また家に帰っていきました。どうだ。さあ、ゴスペルマジック、まあ、いろんなパターンでやっております。ある意味これもゴスペルマジックかもしれません。僕ね、インスタグラムで先ほども、あの、松谷さんが紹介してくださった通り、毎日投稿しておりますので、まあ、ダジャレばっか言ってる人になってるんですけど、ぜひフォローして、見てみてください。さあ、ゴスペルをやっぱり歌を歌うと喉乾いちゃうよね。皆さんも水分補給しっかりしてください。まあ、僕もね、ちょっと喉乾いちゃって、先ほど仙台のマクドナルドに行ってきました。マック好き、美味しいよね、マックね、好きだよね。僕もマックシェイク大好きで、先ほどもマックシェイク買ってきたんです。もう飲んじゃったんだけど、ちょっと飲みづらかったんです。ストロー短くない？これね、取るとよくわかるよ。めっちゃ短く、これじゃ飲みづらいって、よく頑張って飲んだなって感じなんですけども、そういう時マジシャンどうするかっていうと、手元に紙袋があると思います。ここにストローちっちゃいの入れてあげて、そして最初の杖でトントンと叩いてあげるんですけど、今日は皆さんが見てくれてるので、調子に乗ってちょっと多めに叩いちゃいます。そうするときっとね、飲みやすいくらいの大きさに、え、やばい、大きくなりすぎだ。
どうやって新幹線乗りましょうね、これ。会場の方、今日忘れないように見といてください。僕何回か会場に忘れたことがある。この曲が来たということは、お兄さんのカードを当てる時間になりました。先ほどの僕、テクニックで当てることができなかったので、次はメンタリズムで当てようと思います。覚えてる？選んだカード。頭に思い浮かべてください。今朝食べたのはパンですか？ご飯ですか？あ、うん、よくわかんないね。そういう方は、これだと思います。これだと思います。合ってるかどうかだけ教えてください。選んだカードは、ダイヤの6です。違う？皆さん、マジックショー楽しんでらっしゃいますでしょうか？マジックショーね、いろんなことが起きますから、それも醍醐味として一緒に楽しんでいただければと思います。さあ、僕が一方的にやっていてもしょうがないので、次はお手伝いしていただきたいと思うんです。使うのはこちら。この間大量購入してきました靴下です。緑色の靴下とかね。お母さん、そんな汚いものを見るような目で見ないでくださいね。買ったまんまですからね。はい、じゃあしっかりね、入れといて、ここから2足を選んで、それがなんと一致してしまうというスーパーマジックでございます。ただ僕が選ぶんじゃあんまり不思議じゃないので、誰かに手伝ってもらいたいんですけど、じゃあ、姉ちゃんいい？近くにいるから名前直してください、どうぞ。さあ、じゃあみんなの方向いて。お名前はなんて言うんですか？ミカちゃん。皆さん、ミカちゃんに大きな拍手。エミカちゃん、エミカちゃんに大きな拍手。ごめんね、エミカちゃん、行こう。じゃあね、エミカちゃん、この辺に立ってもらって、みんなに見やすいようにしてください。じゃあみんなの方向いてください。今から一足ずつエミカちゃんには靴下を選んでもらいます。そして計二足取って、それが一致してたらみんなが大きな拍手くれるから頑張ろうね。でももしね、万が一だよ、あ、そんなことはないんだけど、違うの取っちゃったら、このマジックエミカちゃんのせいで失敗になっちゃうから気をつけて。大丈夫だね、大丈夫ね。じゃあみんなの方見てください。もう手の感覚だけでいきます。で、右手僕の方向けて、1個だけだよ、1個だけ、どれかこれだっていうのを、どれかこれだっていうのを取ってください。はい、1個だけ、僕の方から行こうか。よし、あ、じゃあみんなの方見せてください。選ばれたのはオレンジ色と灰色の靴下。いや、すごい汚いものを持つような手で持っていただいておりますけど、ありがとうございます。じゃあこちらまず1足目として置いておきましょう。そして2足目、皆さん拍手の準備よろしくお願いします。あ、まだですよ、早いです。ありがとうございます。では行きましょう。ありがとうございます。もう一回前を向いて、手の感覚で1個取ってください、どうぞ。そして1個取った、これが一致してたら皆さん大きな拍手をお願いします。これ取った？今、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。模様は似てない？模様似てない？やっぱりさ、人間生きてるとミスっていっぱいあるじゃん、ね、でもやっぱりさ、間違いも全部益にしてくれる神様がいるから、まあ、そんな綺麗事にしてもしょうがないんですけど、でも今日は本当です。僕、今朝東京から来たんですけど、ちょっと急いでて、あること間違っちゃったんですよ。僕の足元見て、靴履いてるでしょ？右足に履いてるのがオレンジ色と灰色の靴下、そして左足が青色だったら、皆さん、エミカちゃんに大きな拍手。すごい、ありがとう。じゃあお土産、あ、いらないか。はい、どうぞ。ありがとうございました。もう一度大きな拍手。さあ、よかったね、本当にね。成功してよかったです。さあ、革靴をこうやって履くなってお母さんに怒られましたけど、まあ、そういうことは置いときまして。さあ、僕、ゴスペルマジシャンとして、まあ、先ほどからいろんなことやってますけど、そのままね、やっぱり、聖書のメッセージをマジックに乗せてやったりっていうこともあるんですね。次はそんなマジックです。使うのは、こちらの、2本のロープです。結構長めのね、ロープ。あと、十字架を使うんだけど、十字架どっかで見なかった。あ、これ、見えてない。あとさ、そうそうそう、リトの T の部分ね、これ十字架になってで、ロゴ見てもらうと分かるんですけど、O はね、お墓の石がちょっと開いてるってデザインになってる。あとでぜひね、見てみてください。
取り外し可能となっております。さあこちらの十字架にロープを結びまして準備をいたします。そして今度はこれを、持っていただきたいのですが、じゃあそちらのお兄さんと、お兄さんちょっと前に来て、じゃあお姉ちゃんいい？前の方来てください。ありがとう。じゃあ僕を中心にしてお互い向き合うような形で両側に立っていただいて、これがね地面に水平になるようにちょっと下がってください。もうちょっと先っぽを持っていいかな。でちょっと下がってください。完璧です。さあこれからお話の設定を決めます。じゃあ最初はお姉ちゃんの方を天国ってことにしましょう。そしたら皆さんこっちは、皆さんこっちは地球ですよ。いいですか。まさか地獄とか思う人はいないと思うんですけど、天国と地球です。天国にいる神様と地球にいる人間はいつも行き来できる関係、いつもお話しできる関係にありました。でもそこにあるものが入ってきてしまった。そう、罪ですね。神様はね、人間をこうやって生きてほしいっていう神の形として創造してくれたんですけど、その間に神様の意志から外れる人間の罪っていうものが入ってきてしまったんです。そうするとね、誰かを傷つけたり神様から離れていってしまったり、こうやって障害物ができたわけ。人はね、あ、こっちだ地球にいる人は神様の方行こうとするんだけど死んで終わり、もうね天国に行けなくなっちゃったんです。でも神様はそれじゃ嫌だって思って人間となって来てくれたんですね。それがイエス・キリスト、イエス様です。一本好きな方ください。オープン。ありがとう。じゃあこちらもください。ありがとうございます。イエス様が人となって地球に来てくれました。じゃあこれ引っ張ってください。これでも引っ張ってください。するとどうでしょう。罪が一箇所に集まってきましたね。真ん中にあるのは十字架。十字架っていうのはもともと死刑の道具です。人間は罪のため死刑にならなければいけなかった。でも代わりにイエス様がこの罪を背負ってくれたんです。じゃあお二人、せーのって言ったら、ギュッて両側に引っ張ってください。あんまり強くなくていいです。ギュッてね。私たちの罪。それは十字架のイエス様の血潮によって、せーの。許されたんです。お二人にも大きな拍手をお願いします。ありがとう。ありがとうございました。曲が来ちゃったね。3度目の正直と行きたいところなんですけど、僕ができるのはあのテクニックとメンタリズムだけでどっちもダメだったんで、ちょっともう諦めます。選んだカード見せてもらってもいいですか。何だったら出してもらっていいよ。あ、これだったのね。ハートの J。 皆さんこのカードよく見てください。先ほど自由に選んだよね。愛のジーザスの手、つまりトランプの中でイエス様を表すカード。イエス様は十字架で私たちの罪を許してくれただけじゃない、その後復活して私たちの王様となってくれて、そして今日も私たちと一緒にいてくれる。そう、僕とも。皆さん僕のこの T シャツよく見てください。いろんなトランプが書かれてますよね。1枚だけ裏向きのカードあるの分かりますか。一番最初から来ていた、そして自由に選んでもらったカードがハートの J だった。そう、もしここに書いてあるカードがハートの J だったらイエス様に大きな拍手しましょうか。お兄さんにも大きな拍手ありがとう。さあイエス様との歩む毎日というのは幸せなものだと思います。なので僕インスタグラム本日のお題っていうのを毎日決めてね、マジックをしてるわけですけど、本日のお題幸せっていうテーマでちょっとマジックしてみたいと思います。使うのはこちらのまた赤いロープだけど、先ほどよりちょっと短めのロープです。4本のロープを使いますが、皆さんあのクイズみたいなものなので、あの分かったら声に出してぜひ教えてください。使うのは 1,2,3,4 本のロープです。こちらまず1本目、よく見ててね。ロープの1本目のこの端と端っこを結んであげます。
しっかり結んでいくと。皆さん、ここをやってできるもの、これは一体何でしょうか？わか、わ、そう、正解、わです。これはっていうことをしっかり覚えてください。そして、2本目。2本目もね、同じようにやっていきますよ。端っこと、端っこを結んでいきます。さあ、輪が2つできました。皆さん、これは一体何でしょうか？あ、もし、輪が2つで、わわって言う。ですか？わわ。ね。生放送のコメントで何言ってんのこいつとか、ないといいんですけど。わわって言います。さあ、そうなると、3本目わかりますよね。3本目も同じように、結んでいきますね。端っこと端っこを結んでいって。さあ、できるもの、これは一体何でしょう？天才ですよ、皆さん。そう、わわわ。その調子でいきましょう。4本目、ラストの紐も端と端を結んであげる。さあ、できるもの、これは何でしょうか？惜しい。わわわわだ、ではないと思う。したら？あ、惜しい。わしも惜しいね。シワも惜しいですけどね。あ、このテーマ覚えてます？マジックの。あ、そう、幸せ。和が4つで幸せ。これ幸せの和って言います。でも、よく見てください。今人間、一人一人このロープ一本一本だとすると、今自分の手を自分の手で掴んでいるような状態。これじゃ何にも幸せじゃないですよね。本当の幸せっていうのは、さっき出てきたイエス様を中心において、そして今日この交わりみたいな感じで、大きな和を、作っていくことだと思います。ありがとうございました。さあ皆さん、本日のマジックショー本当にありがとうございました。今日、ね、僕も松谷さんに会う前からメンバーシップ登録してるぐらいイノフェスファンでしたので、一緒にこういう時間を持てて感謝でした。そしてこの場所本当に最高だと思うんです。ね、分断が進む時代ですよ。同じ人間なのに、あっち側の人間とかこっち側の人間とかより分けて、それで冷たくあしらうような社会。それはキリスト教の社会でも一緒で、ちょっとでもグループが違えば、なんか偏見に満ち溢れている。愛が大切と言っときながら、それを実践できない私たちがいる。そんな状況に私たち置かれてますよね。でも今日この場所はちょっと違う。たくさんのいろんな人がいる。育ってきた背景も違えば、立っている神学も違う。ましてやクリスチャンもいればノンクリスチャンもいる。そんな人たちが一堂に会して同じ時間と空間を共有している。それってめちゃくちゃ素敵なことだと思いませんか？これこそがイエス様が作りたかった空間だと思うんです。私たち土の器、聖書の中に土の器っていう言葉があります。私たちは土の器みたいにもうボロボロで今にも壊れそう。中身は空っぽで何もない。でもそんな欠けだらけの私だからこそ、イエス様が来て私たちをつなげる愛を輝かせてくれるんです。本当に今日はありがとうございました。リトでした。ありがとうございました。また会いましょう。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。手品ってアンコールあるんですか？ヤンコールなかなかやらないんですよね。いいですか？
後の出番の枝さんがお待ちしたんですが、大丈夫ですかね。お許しがいただければ。いいですか。いいですか。もちろん。じゃあ皆さんの拍手で、はい。ありがとうございます。実はね、今日僕朝寝坊したって言ったじゃないですか。あれ理由があって、まあ、明け方二度寝したんですけど、ある夢を見たんですね。でね、夢がね、その内容が、皆さんにトランプを見せているっていう夢でした。なので忘れないうちにここに書いておきましたので、後ほどお見せします。そして、まあ、トランプを見たので、トランプ使います。いろんなカードがあるわけですけども。じゃあ、こんなお姉ちゃんいい？その場で大丈夫。好きなところでストップって言って。終わってた。もう一回。もう一回。もう一回行こうか。せーの。オッケー、完璧。じゃあ、このカード、今度はみんなも、そしてお姉ちゃんも覚えて。いいですか、皆さん。このカード。このカード。あ、さっき見せなかったね。ごめんね、皆さん。じゃあ、こちらのカードしっかり覚えてください。さあ、当てるカード、当てるマジックじゃないので、ここに置いておきます。大事なのは、こちらの画用紙に何が書いてあるか、あるトランプを書いておきました。今、お姉ちゃんが自由に選んだトランプ。そのカードが、なんと、入っているであろう一組のトランプのケースです。どうもありがとうございました。みんな生温かい拍手ありがとうございます。それじゃダメですね。そういう時はね、音楽を変えていきましょう。何か起こりそうでしょ。さあ皆さん、最後のマジックよく見てて、こちらのトランプケース1枚だけカード出てるの分かりますか。こちらに注目してください。ゆっくりゆっくりイラスト振っていると、なんと1枚のカードが上がってきた気がしませんか。数字は7、マークはハート。選んだカードハートの7で間違いない。ありがとうございます。ハートの7、完全に一致しました。さあ、こちらプレゼント、よく調べていいよ。皆さん、お姉ちゃんにも大きな拍手。本日どうもありがとうございました。ゴスペルマンシャンリトでした。